セットのマウンテンブーツの、基本的なフィッティングの説明をします、袋から出していただいたらこのフックのところにかかっている紐はすべて外してください。 D 管のところに通っているところまで、前3つ D 管のところまで通っていたらこの合わせベロと言われているものを大きく開いて中ベロも出します。そして大きく開いたところに足をつま先から入れていただいてかかとをピシッと合わせるためにこういう状態で試着をしてもらいます。自分のあの膝でも何でもいいので、この角度をキープするようにして革がまだ馴染んでいませんから合わせベルを手でこの補助的に押さえてから紐をかけていきますが、この紐をかけるときには下からこういうかけていくのもいいんですけど上の方からかけてまた次のやつも上からかけると交差する点と点の位置が近くなって紐が暴れないです。でこうしてあまりきつく締める必要はないと思います。今ここのかかとのフックはかけていませんけどかかとのフックをかけてると街歩くときなかなかこのかかとが決まってしまって歩きづらいので、現場に行くまでと行く前とか街歩いてるときはここを外してつけてるというのが自分のやり方でもあります。さあ、それで両足を必ず履いてから、お客さんに立ってもらってください。両足を履いていただいたら立ち上がってもらいます。両足を揃えて均等に体重をかけて少し片足を前に踏み出すような形で要するに歩き出すような仕草をしてもらいます。そうすると指がこう縮んでいたのがキュッと伸びますので伸びた状態の時につま先に当たるようでは、サイズが小さいです。なので大きめを履くとここがまた疲れたりしますので先端に指がついこう踏み出した時についてないことを確認してフィッティングが良ければそのサイズがお客さんのものですね。くれぐれもここのこととそれからフィッティングの際にかかとを合わせるということこの2点は必ず注意してください。以上です。